今回はかぼちゃを作ってみました。よく丸を作って糸で縛ってるやり方があると思うんですけど、今回は増やし目と減らし目、あとは細編みと中長編みを使ってこのデコボコ感を作りました。上から順番にぐるぐる編んでいくとこういう形ができます。おままごとやハロウィン、ちょっと早いですけどハロウィンにもいいかなと思うので、ぜひ作ってみてください。全部緑色で作るとこんな感じになります。材料は中細の毛糸、かぎ針は3号から4号です。編み図についてです。編み図は見にくいので表にしています。記号はこの通りです。1段目から表に沿って編んでいきます。立ち上がりの鎖編みは省略しています。例えば5段目だと 3XV×6 となりますが、この場合は細編みを3つ増し目を6回繰り返すということです。今までたくさんの方に食べ物編みぐるみを作っていただきありがとうございます。皆さんが作った作品を共有できたらいいなと思うので、概要欄の URL から作品投稿ページに飛んでいただき、編んだ作品の写真を投稿していただきたいです。投稿していただいた作品はこのようにホームページで紹介したり、今後は YouTube のコミュニティにも投稿したいと思っています。ぜひお気軽に投稿してみてください。では作り方を説明していきます。まず左手の人差し指に糸を2回巻きつけます。右手で一旦輪を持って、左手の人差し指にこのように糸をかけたら、中指と親指で輪を持ちます。かぎ針を輪の中に入れて糸を引き出し、もう一度糸を引っ掛けて糸を引き抜きます。立ち上がりの鎖編み1目、1段目は輪の中に針を入れて細編みを編んでいきます。1段目は6目細編みを編んでいきます。6目編んだら針を一旦外して、編み始めの糸を少し引いて引っ張られた方の糸を引きます。もう一度編み始めの糸を引っ張って輪を閉じます。かぎ針を戻して1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。これで1段目の完成です。立ち上がりの鎖編みを編んで、今引き抜いた同じ目にもう一度針を入れて細編みを編んでいきます。2段目も増減なしで6目細編みを編んでいきます。1目目が分かりにくくなる場合はこのようにクリップなどで、クリップやマーカーで印をつけておくといいと思います。今回は1目目がちょっと分かりづらくなるので、印をつけながら編んでいった方がいいかなと思います。6目編んだら1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。これで2段目の完成です。編み地がひっくり返るので、このように1段目をぐっと中に押し込んで、この状態で編み進めていきます。3段目も増減なしで6目細編みを編んでいきます。
6段目を編み終えたところです。次は4段目です。4段目はすべて増し目になります。1目に対して2つ細編みを入れていきます。4段目はすべて増し目、5段目は細編み、増し目の順で6回編んでいきます。5段目の最後の増し目を編んでいるところです。6段目から色が変わるので、最後の細編みのここ途中で止めます。最後の糸の引き抜きをオレンジ色の毛糸で行います。オレンジ色の毛糸で糸を引き抜いたら、1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。立ち上がりの鎖編み1目、6段目はまず細編みを2つ編んでいきます。この時に編み端の毛糸はこのように編み包んでいくか、編み端の毛糸同士を結ぶといいと思います。緑色の毛糸はもう使わないので短めに切っておきます。細編みを2つ編んだら、次は中長編みを3つ入れていきます。かぎ針に糸を引っ掛けたら、このように糸を引き抜き、3ループ同時に糸を引き抜きます。これが中長編みです。これを同じところに3つ入れていきます。もう一つ中長編みを同じところに入れます。この順番で6回編んでいきます。細編みを2つ、中長編みを3つ同じ目に入れていきます。ぐるっと一周編み終わったところです。1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。次は7段目です。立ち上がりの鎖編み1目編んだら、まず細編みを2つ編みます。次に中長編みを3つ入れるのを3回繰り返していきます。1個前の段の6段目で中長編みを編んだところに、3つずつさらに中長編みを入れていく感じになります。これを6回繰り返していきます。ぐるっと一周編み終えたところです。1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。こんな感じで波打つんですけど、これで合っています。次は8段目を編んでいきます。立ち上がりの鎖編み1目編んだら、
まず細編みを2つ編みます。中長編みを3つ編んでいきます。この時は1目に対して1つずつ入れていきます。次は中長編みの増し目なので1目に対して2つ中長編みを入れていきます。次に4つ中長編みを作っていきます。1目に対して1つずつ入れていってください。そうしたら1目飛ばして、この1目スキップして隣の目に針を入れて、もう一度最初から細編みを2目、次に中長編みを3つ、増し目の中長編みを1つで、中長編みを4つの順番で編んでいきます。この1目スキップすることで、のくぼみの部分、かぼちゃのくぼみの部分ができます。中長編みを全部編んだら1目飛ばして、隣の目に細編みの順番で、6回編んでいきます。最後中長編みを編んだら、1目残ってるんですけどスキップして、このマーカーしておいた1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。これで8段目の完成です。次は9段目です。9段目は単純で2つ細編み、9個中長編みの順番で編んでいきます。このように8段目と9段目の編み方を順番に交互に繰り返して編んでいきます。また6回繰り返していきます。14段目まで編み進めるとこんな感じの形になります。
18段目まで、18段目の最後を編んでいるところです。1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。次は19段目です。ここから減らし目をして、閉じていきます。まず細編みを2つ編んでいきます。次は中長編みの3つ減らし目を編んでいきます。かぎ針に糸を引っ掛けて針を入れて糸を引き抜いたら、隣の目、さらにもう一つ隣の目にも針を入れて糸を引き抜き、5つループ、かぎ針の上にループがあると思うので、いっぺんに糸を引き抜きます。ちょっと引き抜き辛いとは思いますが、ちょっと頑張って引き抜いてみてください。もう一度、これを3回繰り返します。5つのループを同時に引き抜きます。あともう1回ですね。かぎ針に糸を引っ掛けて1、2、3、糸を引っ掛けたら、同時に5ループ糸を引き抜きます。また最初に戻って細編みを2つ編みます。これを6回繰り返していきます。19段目の最後を編み終えたところです。1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。立ち上がりの鎖編み1目、次は20段目です。まず細編みを2つ編みます。次は中長編みの3つの減らし目を1つ編んでいきます。先ほどと同じように5つのループをいっぺんに引き抜きます。これを6回繰り返していきます。細編みを2つ、中長編みの減らし目、3つの減らし目を1つ編んでいきます。途中で綿も入れていきます。このデコボコしている部分、一つ一つに綿がしっかり入るように、しっかりめに綿を入れていってください。20段目最後編み終えたら、次は21段目です。立ち上がりの鎖編み1目編み、
21段目は普通の細編み、細編みの減らし目の順番で6回編んでいきます。細編み、細編みの減らし目です。底の凸凹部分にもしっかり綿を入れて、次は22段目です。22段目はすべて減らし目で6つ編んでいきます。6目編み終えたら1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。糸を引き抜いて、糸を短めに切って引き抜いたら、とじ針に糸を通します。最後の段の手前の半目に糸を通していきます。6目すべてに糸を通したら引っ張って穴を塞ぎます。真ん中に針を入れて適当なところに出します。玉結びをします。針を出したところにもう一度針を入れて玉を中に入れます。適当に編み地を突き刺して糸を中に入れて、余分な糸を切ったら完成です。ちょっとここの部分に綿を入れるのが甘かったみたいで、ちょっとへこんでしまいました。しっかり輪を閉じる前に綿がしっかり入っているか確認するといいと思います。こんな感じで、この最後に糸を縛るという方法を使わずに、デコボコ感を出してみました。このデコボコ感がしっかり出るためには、やっぱり綿をしっかりこの膨らんでいるところに入れるのがコツだと思います。3目同時に減らし目をするので、少し穴がちょっと開いてしまいます。でもこのデコボコ感がすごい可愛いかなと思うので、ぜひ作ってみてください。緑色一色で作っても可愛いと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。